がとうございます。さて、たくさんのお客様に集まっていただきましたので、まず聞いてみたいと思います。この中でくまモン今日初めて生で見たよという方いらっしゃいましたら手を挙げてみてください。はーい、 ありがとうございます。初めて見たよという方も後ろの方にいますね。ありがとうございます。そして前のお友達も今日初めて見たよと手を挙げてくれています。さてでは今日初めてくまモンのことを見たというお客様いらっしゃいますので、くまモンのことを簡単にご説明したいと思います。こちらにいます、くまモン。くまモンはですね、熊本県の公務員でございます。公務員として役職があるんだよね、くまモン。はい、こちら営業部長、そして幸せ部長という役職もございます。さてこの営業部長、熊本県でどのくらい偉いのかというと、なんと県で3番目に偉いんです。一番上が知事、2番目が副知事、そして3番目が部長ということで、なんと県で3番目に偉い元気な男の子です。さてそして営業部長としまして、くまモンは熊本県のいいところ、観光名所、そして美味しいものを全国の皆様にお伝えするために日夜西へ東へと走り回って頑張っております。どうかよろしくお願いします。さてそんなくまモンなんですけども、本日モンタクロースの格好をして出てきました。サンタさんの衣装を着て登場したわけなんですけども、熊本の天草市とそしてサンタクロースにはなんと深いつながりがあるんです。熊本の天草市はサンタクロースの聖地、サンタクロースの来る町に公認されています。これはですね、日本に西洋文化が入ってきた450年前からどんな困難な時代もクリスマスを祝い続けてきた天草の歴史と、そしてその人々の優しさに感動した世界中のサンタクロースの思いにより、アジア初のサンタの聖地、サンタクロースが来る町に天草が公認されました。そしてですね、毎年9月にサンタクロース会議も行われています。さてそんな、サンタさんとつながりの深い天草なんですけども、その天草には先津教会という教会があります。さてこの教会、少し変わったある特徴があるんです。さてこちら、この天草にある先津教会、ちょっと変わった特徴があるんですけども、皆さん何だか分かりますでしょうか。何か分かるよという方手を挙げてくれてますね。ありがとうございます。さてでは、どなたに聞いてみたいと思います。さて先津教会、どんな特徴があるんでしょうか。ではお答えください。教会の中に畳がある、大正解です。そうなんですね、先津教会はなんと教会なんですけども、床は畳張りになっております。時代を感じることができる教会となっておりますので、ぜひ皆様天草にお越しの際は先津教会、そして他にも観光名所たくさんあるので、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。では観光名所を他にもご紹介したいと思います。先ほど天草のご紹介をしましたけども、天草には青くて綺麗な海も広がっています。さてこちらではとっても青くて綺麗な海なんですけども、とても珍しい野生の生き物をウォッチングすることができます。さてその生き物とは何でしょうか。さてではくまモンがその生き物のジェスチャーをしますので、もしよかったら皆さん当ててみてください。ではくまモンジェスチャーお願いします。さあスイーピョンスイーピョン、ザブンザブン。さあ海の中をスイスイと泳ぐこの生き物、一体何でしょうか。分かるよって人手を挙げてみてください。はい、分かるよって人手を挙げたまま待っててくださいね。挙げてるけど絶対答えない、はい、ではお答えください。イルカという答えでした。正解かどうか答えてください。丸、正解です。そうですね、天草の海では野生のイルカをウォッチングすることができます。そしてですね、冬のこの時期になりますと、とっても海の透明度が上がりますので、サンゴ礁を眺めることができたり、熱帯魚を眺めることができたりと、海を堪能することができますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、
なんといっても熊本県温泉大国となっていて、たくさんの温泉がございますので、今の時期ぴったりですので、観光にお越しの際はですね、温泉にも浸かっていただいて、かけ湯をしてね、さあ熊本もかけ湯をしてしっかりと芯から温まっていただきたいと思います。そしてですね、その後は熊本の美味しい食べ物も皆さんに食べていただきたいと思います。熊本県伝統的なお料理たくさんございます。皆さん、からしれんこというものをご存知でしょうか？ ありがとうございます。そうですね、れんこんの中にからしを詰めた、もともと健康食として生まれた伝統的なお料理です。シャキシャキとしたれんこんとツンとくるからしがとても美味しい伝統料理となっていますので、熊本にお越しの際はぜひご賞味いただきたいと思います。そしてその他にもいきなり団子というお菓子もあります。さて、このお菓子どんなものなのか、熊本と一緒に作ってみたいと思います。さて、まずさつまいもを用意します。さつまいも土から抜きます。そしてその抜いたさつまいもをまず洗います。はい、洗ってきれいに、はい、きれいになりました。そしたらそれを輪切りにします。トン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 、はい、輪切りにしました。そしたらその輪切りにしたさつまいもの上にあんこを乗っけます。はい、乗っけます。そしてそれをもちもちっとした皮でくるみます。さあ、くるみます。そしてそれをせいろで蒸します。さあ、せいろの中に並べて並べて並べて、そして火をつけて、さあ待ちます。さあ、できたかな、できたかな。お、触ってみると熱い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 、まだ熱かった、熱い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 、熱すぎて暴れ回っています。さて、そしていい感じに触れるかな、あ、触れるぐらいの熱になりましたね。さて、ではでもまだ出来たて熱々を食べます。熱々熱々、ホク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 して甘いいきなり団子を食べて、うん、美味しいということで、もうぜひですね、熊本県お越しの際は、いきなり団子もぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。さて、それではですね、熊本県のことを、皆様にご紹介した後は、熊本と皆さんとでゲームをして楽しみたいと思います。じゃんけん大会をして楽しみたいと思います。